リーの八木咲アナウンサー41が17日、自身のインスタグラムで NHK 番組に自宅からリモート出演した時の様子を公開した写真。関西人は全員知っている。美人の八木アナはこんな人、八木アナはこの日、関西地方で放送された NHK、ぐるっと関西お昼前、月曜から金曜、全11時30分に出演。その際に、自身のスマートフォン、iPhone に搭載されているテレビ電話機能、FaceTime を利用した。投稿された画像には、一緒に司会を務めるタレント、太平三郎、64、もスマホ越しの様子が映っていた。八木アナは、NHK 自宅からの遠隔出演無事終了しました。フェイスタイムで簡単ですね、とすっかり使いこなしている様子だった。そして出演後には子供たちとベランダピクニックをしたと報告。お弁当の写真も掲載し、オンとオフの切り替えもバッチリだった。生放送の報道、情報番組では、NHK、民放ともに新型コロナウイルス感染きっかけとなる3密を防ぐため、出演者の間隔を空けたり、在宅などスタジオとは別の場所から出演してもらう工夫がされている。